皆さんこんにちは。歴代所持したノート PC パッと思いつくだけで15台以上ありました高山です。あいつらはどこ行ったんでしょうね。ということで今回はノート PC の選び方シリーズ第3弾ですね。 CPU、メモリ、ストレージ、そしてキーボードと紹介してきました。今回は接続端子編です。そこまで端子細かく見る必要あんのかと思うかもしれないんですけど、最近のノートって同じ一つの端子で本体を充電できたり、そこに USB メモリをさせたりするんですよね。インもアウトも同じ場所っていう、くっそでかい AC アダプタを持ち歩いていた時代を思い出すと涙が出るようないい時代ですよね。でもね、その代わりに従来の USB 端子が搭載されなくなったりしてきています。さらに薄型化や軽量化などによって負担に弱くなって折れたりする端子も僕の実体験で経験したりしているので、これの注意とかどれを選べばいいのかって話を今回はします。それでは行きましょう。では USB Type-C と充電方式についてまずはお話しします。近年急速に広がっているのがこの USB Type-C です。従来の端子はタイプ A とかマイクロ USB とか世間で言われていると思います。 Type-C 端子は他の USB 系と違って充電ができる場合が多いです。ただ本当にマウスとかを挿すためだけの用途で搭載している充電負荷の PC も多いので、特に区別が難しい端子でもあります。正直言うと簡単に見分けられる方法はないです。完全に穴は同じですからね。その中にサンダーバードとかね、もう規格がいろいろあるんですよ。本当にタイプ C は難しい。スマホでもカメラでもめっちゃ普及しましたけどね。ただノートパソコンの充電に対応したタイプ C は PD 充電、パワーデリバリーという規格に沿っていることがほぼ 100% です。ですので気になっている機種名と PD 充電もしくはパワーデリバリーという単語を一緒に入れて Google 検索すれば大体対応かどうかっていうレビューが一発で出てきます。これを一つの基準にするのが一番手っ取り早くて簡単だと思います。でね、この PD 充電に対応していることの何がいいのかっていうと AC アダプタが不要になります。しかもスマホと充電器を共用できます。これがねマジで便利だし楽なんですよ。ただし PD 充電器にも 40W とか 60W とか W 数でさらに種類があるので、もうねめっちゃややこしい。とりあえず 60W 以上の数字が書かれているやつを買えば 90% 充電できると思います。この辺の企画に関しては需要があったらいずれ別で動画を上げる予定です。よかったらねコメントで意見をください。はい、というわけで USB Type-C と PD 充電のお話をしたんですが、一つね最近の流れで注意しないといけないのが一般的なフルサイズの USB 端子が廃止されてきているということです。もうね薄型ノートには Type-C しか搭載されていないんですよ。僕のね愛用している XPS13 とかもね普通の USB 端子が一切ないです。その代わり Type-C が3つもあります。でね、普通のサイズの USB アイテムを使うには変換器を中継しないといけないんですよ。これ僕は結構めんどくさいと感じています。こういう感じのね変換コネクタとかダイソーで売ってたりする時代なんですが、なくすんですよね。結構ね必要な時になかったりします。薄さと軽さを求めた代償って感じですかね。というわけで特に USB メモリーとか外付けドライブ系とかね、多用するタイプのユーザーさんはフルサイズ USB が付いてるモデルかチェックした方が取り回しが楽になるかもしれません。一応調べる方法としてはメーカーのスペックページを見れば確認できます。でもね英字が並んでいて分かりづらいとかもあるので普通に画像を見ればいいと思います。最近は全体像もメーカーで確認できますし、レビューとかもね全体の写真が見れるので形を覚えとけば簡単です。余談ですが僕は最近はデータの転送とかはね全部クラウド保存でやるように意識しているので USB を使う機会はかなり減りました。まあでも環境づくりでクラウド連携の同期フォルダ作ってそこに突っ込むように癖を変えてとか初動で結構めんどくさいので USB メモリーってやっぱ簡単で便利に感じますよね。はい、では USB の他にある接続端子を解説します。 SD カードと HDMI ですね。
SD カードは大きさが3種類あることはご存知かと思いますが、ノートパソコンによってマイクロ SD に対応しているタイプと普通サイズの SD に対応しているタイプがあります。どちらがいいと言われると、 SD カードサイズのスロットを搭載している方が便利だと思います。マイクロ SD の多くは購入時に付属している SD カードスロットに挿せるアダプタを使ってサイズ変更ができるので、こちらを使えば両方挿せるということになります。逆に薄型ノートでよく採用されているマイクロ SD のみに対応しているタイプは、当然のことながら普通サイズの SD は挿せないです。まあカメラとか扱わなくて SD サイズのカードを一切使わない人なら、逆にマイクロ SD 対応の方が取り回しが若干早いってこともありますが、今後ね、何で必要になるのかはわからないし、選べるのならば SD サイズ対応を選んだ方がいいと思います。この項目に関してはそんなに重要度は高くないです。なぜなら USB で SD カードを挿せる装置が追加できるからです。どっちかっていうと HDMI の方が後で変更が効かないので、こっちの解説をしっかりしたいと思います。 HDMI っていうのは音声と映像をテレビとかに飛ばす端子ですね。ノート PC の映像をプロジェクターとかテレビとかに映すときに便利です。最近はね、キャストとかで無線転送するパターンも増えてきていますが、高画質動画となるとね、まだまだ足りない部分もあるので、有線転送はしっかり搭載を確認しておきましょう。そして HDMI も端子が3種類あります。全部変換できるのであんまり気にしないでいいですが、一番大きいサイズが搭載されていれば取り回しが最も楽だし、変換コネクタを買う必要もないのでいいと思います。あとね、個人的な経験なんですが、マイクロ HDMI に注意してください。これがね、冒頭で折れるって言ったやつですね。100均とかで変換コネクタを簡単に変えたりする部類なんですが、端子がね、本当に折れます。マジで折れます。もともとマイクロ HDMI は小さなカメラとかをね、接続することが多かったんですけど、最近は1キロ超えのね、ノート PC にも搭載されたりします。もともと HDMI って高画質転送と音声も送るので、かなり線が太いんですよね。その太い線に小さなコネクタ、そしてつながっている PC はずっしり重いので、硬いケーブルのひねりとかでコネクタの部分に負担がかかるんですよね。で、抜き差し数回目で折れるみたいな、僕2回経験してるんで気をつけてください。で、ちょっと余談ですが、最近の一部の PC は HDMI すら搭載していなくて、 Type-C で映像転送と音声転送を賄うやつがいます。はい、また Type-C です。マジで何でもできる。だから逆にクソややこしい。僕の XPS とかはね、このタイプなんです。専用のケーブルとか買わないといけなくて、マジでめんどいです。というわけで、この辺はマジで規格がややこしいので、映像を他のディスプレイとかに映したい場合は HDMI の搭載を確認することをおすすめします。はい、というのが今回のお話でした。回を増すごとに難しくなっている気がしますね。マジですいません。どこが分かりにくかったとか、よかったらコメントをぜひください。一応ね、僕のおすすめ構成というか、今回のまとめとしてね、ここ見てねっていうのはこちらになります。こんな感じですかね。まず Type-C の PD 充電可能なパソコンは便利です。 60W 以上の充電器と一緒に買えば、スマホとかモバイルバッテリーも充電できて、かなり荷物が減ります。そして USB 端子を要確認。フルサイズがない場合も最近は多いです。僕自身も不便を感じる場合がたまにあるので、注意した方が良いでしょう。最後に HDMI、 映像出力を検討している場合はしっかり搭載されているか確認しておきましょう。無線は遅延もあるので、あんまりおすすめできないです。はい、今回は役に立ったでしょうか。 Windows ノートパソコンってね、選ぶことが多すぎてちょっと嫌になったりすることもあるんですけど、その分ね、自分で選ぶ楽しさってのがまたたまらない部分だと思います。僕もね、最近またおもちゃを見つけまして、ゴミクズスペックのノートパソコンなんですが、ベルの公式サイトで新品価格がなんと16,000円。嘘だろと、値引き額の闇が深すぎる。これがメーカー直販で買えることにゾクゾクしますよね。ドンキノートよりも3000円以上安いのはやばい。スペックもね、ドンキよりちょっと上なんですよね。そしてメモリ増設もできるっぽい。もちろんポチリ済みなので、近いうちにレビューしたいと思います。
よかったらぜひチャンネル登録して待っててください。他にもね、こんな紹介してほしいとか、逆にこの動画面白くなかったとか感想ありましたら、ぜひコメントを残していってください。あんまりきついこと言われると3日ぐらい窓際で三角座りしちゃうので、お手柔らかにお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。